最近買いました、バッカス製のイケベオリジナル、HDG24HHFRT という、少し長いのですが、このジャガータイプ、チューブの春畑さんが、昔使ってた、ギターモデルに、ちょっと似せていますね。イケベ楽器さんは、春畑さんのモデルに似たようなのを、多数出していますが、これも、非常にかっこいいと思います。まず、HJG、 この HJG というのはもう春畑ジャガーという、そういう意味でとってもいいのかなと思います。そして24フレット 24HH、これはもうハンバーキング、ハンバーキングということだと思います。で、FRT、フロイドローズタイプ。フロイドローズではありません。フロイドローズタイプの FRT。4万9千ちょっと、もう5万円しなかったです。安いのですが、非常にルックスも、渋いというか、僕が中学生の頃なら絶対買わなかったような形の、古臭い形ですが、やっぱり年いってきますと非常にかっこよく思ってきました。なかなかいいと思います。池部さんではこの、ケトナーも買いました。このヒュース&ケトナーのグランドマイスター、非常に、よく売れてるみたいです。非常にいいアンプです。それではまずこの非常にクラシカルな、ギターを紹介していきたいと思います。まずここに、3つスイッチがついています。これは何かと言いますと、ハンワッキングとシングル変えれます。これはフロントピックアップの、ハンワッキングかシングルに変えるかです。これハンワッキングで、でこれをシングルにします。非常に、シングルらしい、ピッキングアタックの音がノイジーに入る感じです。そして、これもリアも一緒です。これが、クラシカルな、フレーズにも対応するような音です。そしてこの3つ目が、非常に、今後使えるかなと思うのがダイレクトスイッチです。ダイレクトスイッチと言いますと、もうピックアップからこの配線、このボリュームやトーンを介さずそのまま音にするという、どんな時に使うねんという、文句を言いたい人もいてるかもしれませんが、これは当然ボリュームゼロにしても効きません。その代わり、そのままつながっているので、非常に、ダイレクトでワイルドな音、そのまま、例えば、ダイレクト普通のギターですとこう
小さくして。というような、ボリュームの調整をする時は当然いるのですが、そんな、俺はそんなことをしてないバンドに属していると、いう方はもうこれダイレクトにした方が音がもうものすごくブライトで、引き締まったサウンドになります。ピックアップの持っている、本来の音が出せます。ただデメリットとしますと、大音量の、でやる場合は、ボリュームをゼロにしてもゼロになりませんので、ハウリングやフィードバックが起こってしまいますので、足元などに、ボリュームペダルがあればいいかもしれませんが、はい。